はい、どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあやっていきましょう。ザ、ドッグアイランド。ジェレミーのお家ちょっと行ってみましょう。なんかジェレミーって人がね、ジェレミーっていうワンコがね、なんかすごい色々特技を持ってるとかなんやらなんやら。ちょっと聞いてみましょう。我が名はジェレミー。誇り高き、雲払いをなりわいとするものであるぞ。雲払い。ポカーンとしておるな。説明せねばなるまい。雲払いとは魔法の力で、雲を追い払うのである。すなわち雨降りを良い天気に変えることができるのであるぞ。すごかろう。まあできたらすごいよね。うん。いつまでもポカーンとしておって良いか見ておれ。くからくけりしきかるけれかれ。なんか聞いて、くからくかりしきかるけれかれ、なんか古文かなんかで聞いたことあるんだけど、気のせいでしょうか。あらま、欲しい。わかる人教えて。どう、そもそも晴れなんじゃないの。おお、杖が折れた。落ち着け落ち着け。パンがなければお菓子はた、お菓子を食べればいい。杖が折れたら直せばいい。つまり、ポカンとしておらんと、杖の材料となるトルネコの木を探してまいれ。トルネコの木はこんなに匂いがするはずじゃ。はあ、トルネコの木は北サッサラ砂漠にあり。いざ急げ。北か。わかりました。じゃあ行きます。北サッサラ砂漠。南サッサラ砂漠はもうある程度見たんで、次は北だね。多分村があったから途中に。そこから行けばいいかな。よし。じゃあとりあえず、今な、俺待って、今、何カプー？ 64 カプーあるんだよね。結構稼いで。64カプーのうち1カプーを使って、じゃあ早速、おい、ボリス。ヨウカ、今日はどこ行ったんだい？どこでも1カプーで一っ走りさ。ジジリ村行きましょう。はい。ジジリ村のちょっと奥行ったら、そう、北、サッサラ砂漠があるから、そこ行きましょう。南サッサラ砂漠が結構なんか、まあでも、よかったらありがとう。うん。これが南サッサラ砂漠で、反対側が北だよね、当然。東西南北。行きましょう。だからやっぱり、砂漠っていうからには水のね、補強が大事。うおい。あ、これ大変だぞ、これ。ま、あー、なんかキングコブラがいる。後ろから迫って、あー、ダメだ、こいつ。両発砲しっかり見てやがるよ。あ、バレた。クソ。逃げろ逃げろ逃げろ。匂い、あ、新しい匂いがあるぞ。なんだなんだ。ちょっと行ってみましょう。はい、ちょっとビビらしておきましょう。なんかピコーンって、ここだ。はい。なんかある。なんだ。高級な小麦粉。ほう、危ない。噛まれるとこだった、危うく。危ない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 。どっかないの、オアシスかなんか。途中道はこっち側か。こっち側方面の、あ、こっち側だ。そのまま行きましょう。はい。この先に一応木はあるんだよね。あ、だいぶ近い。来た来た来た。ここまで。はい。もうそろそろ。北サッサラ砂漠の。でも意外とシビア。ここか。違う。もうそろそろ近い。ここだ。ここと見た。出てこい。さあ、鳥、トネリコの木で水を飲んでおこう。で帰ろう。喉が潤いました。よっしゃ。はい、じゃあ帰ります。え、新しい匂いはないね、特に。はい、じゃあ一旦帰ろう。帰り道だよな、こっちだよ確か。この木の実の匂いは、まだ木の実はもうすでにちょっとあるからいいや。これなんだこれ。おう、ハリネズミ。失礼。あ、待って、なんかあるぞ。手に入れたことのないものが。え、どこだこれ。え、こっち側、ここだ。なんだ。おお、アマリリス。ラッキー、偶然手に入った。これ難しいね、結構。なんかこう匂いを探すとき、なんかふとなんか突然見つかる場合もありますし、なかなか。まあまあまあ、これでオッケーだな。じゃあもう一回ちょっと、ボリスの力を借りようじゃないか。ボリス、もう一回ちょっとワンコ村よろしく。はい。今日はどこ行きたいんだい？ワンコ村。このためにね、64カプーも貯めたんですよ、僕頑張って。もう、魚釣りまくったよね。で、ひたすら、図鑑で、交換してもらって。
結構な、あの、いい金になるのよね。一匹ごとにワンカプーだから。はい。ありがとう。まあ、被れば被るほど、まあ、新しいのでも、それはそれでいいんですけどね。どこだっけ？ジェレミーのお家、あれか。はーい、ただいま。ここで渡せばいいはず。ほい。うん、持ってきたよ、キーちゃんと。トネリコの木を渡しました。これでいい？この色、この艶、そしてこの肌触り。あふーん、素敵。あー、切れちゃって。で？あ、む、間違いなく、トネリコの木であるな。これで杖を作れるであろう。だがしかし、雲払いの杖を完成させるためには、いくつもの作業をこなさなければならんのだ。そのことをしっかりと受け止めるのだぞ。はあ。つまりなんか俺手伝うの、また。ポカンとしよって。つまり雲払いの杖が完成するまで付き合ってもらうと言っておるのだ。わかったか？しょうがないな。はい。なんでも、ノーブルのところに、あ、姫様いるね。それに合わせて、家具屋のマリ・テレーズにいろいろと注文してるらしいぞ。はあ、マリ・テレーズも困ってるとか。マリ・テレーズっていう人がいるんだ。わかりました。家具屋。はあはあはあ。さっき、マリ・テレーズの家、なんか、店とかないのかな、多分。あれ、なんかどっかに、姫様のとこ行けばいいのかな、それとも。商店街ちょっと行ってみますか。もしかしたら何かあるかもしれない。その、マリ・テレーズの家かなんか。あの、お店かなんか。あった、ほら、マリ・テレーズのお家。これだ。ここにいるはず。いた、はい。うん。大丈夫？あんた、いいとこに来たわね。なんでしょう。その清らかな眼差しを見込んでお願いがあるんだよ。うちの高級家具をノーブルの家まで運んでくれないかい？あー、なるほどね。はいはい。よろしく頼むよ。わかりました。近いからよかった、ノーブルの家は。はい、任せてちょうだい。意外とお安い御用だね。本当に。簡単でよかった。しかもなんかこう、なんだろう、クエストをクリアするごとにね、カプーもらえるから、それはそれで美味しいっていうか、移動分の、その、が助かるっていうか、定期券かなんか欲しいな。ボリスの定期券とかないのかな。ほい。はい、お待たせしました。おい、クリスティナ。話しかけるが良いぞ。まあ、クリスティナじゃなく、あれ？あ、ノーブルに渡せばいいのか、多分。俺じゃなくて。あ、あの、このクリスティナじゃなくて。ノーブルに渡そう。はい。高級家具渡しました。いやいや、ご苦労ご苦労。マリ・テレーズのところの高級家具だね。身分の高い姫様がうちに滞在しているのでね。家具の一つ取ってもいい加減なものを入れるわけにはいかないんだ。へえ。ご苦労ご苦労。ああ、じゃあこれ、もう一回マリ・テレーズのとこ戻りましょうかね。戻って、で、ちょっと渡してきたよってのを教えましょうかね。で、何かじゃ多分、俺ありがとうみたいなこと言ってくれるだろうから。それでまた、ミッションクリアみたいな感じになるんでしょうね。結構ミッションだかクエストだかごっちゃになっちゃうんだよな、時折。ここですよね。マリ・テレーズのお家。一つじゃないとか言わないでね。はい、お待たせ。運んできたよ。ありがとう。これでいいのかな、多分。さすが私が見込んだワンコだね。あ、妖精の木。そうですね。どれぐらい見に行ったか見に行きましょう。クエストクリア。やったぜ。結構なんかいろいろこなしてきたからいいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろう。個人的には結構手応えのようなものは。さあ、妖精の木。だいぶ成長した。いいね、いいね。前回に比べたらかなりいいんじゃないでしょうか。うん。おお、わはは、いいね。こんにゃろ、俺より大きくなりやがって。よかったね。立派になってきたじゃない。もっと頑張ろう。しかしあれだな。おめえと俺はナイスなコンビだよな。俺だけじゃ、こんな風に妖精の木を大きくすることはできなかったぜ。なんつうか、その、ありがとね。ありが、お、つはー、なんだこれ、なんだこれ、なんか照れくさいぜ、おい。ああ。おし、そろそろロードのところに顔を出しに行こうぜ。そうですね、ロード。うん。師匠、そうだよ、もう、結構なんかありがとうの回数も増えてきたし。じゃあちょっとまたまたお借りして、ボリスの力を借りるぜ。ボリース、どこにいる？
あそこだ、思い出した思い出した、ちょっとよいしょ、もう意味がないっていうねあの畑じゃない、あの橋の、ヘイボリース頼むぜ。うん、これもうこれがズーミ村か、ズーミ村よろしく、はい、ズーミ村のロードのところへ行きます。なかなかちょっと匂いも覚えてきたし、一応ダーンはもうこれ以上は、あの、次の人へみたいな言ってたから、まあ中級みたいなところはあるんじゃないかな。ありがとう。またよかったら来るよ。ロードさん。はい。くんくん道場へ行きました。どうよ、最近の俺の成長を。はい。どうやら誰かに頼まれたことがあるようですね。まあそちらを解決しておいで。誰かに頼まれた。まだ残ってんのか、じゃあ。ちょっと待ってくださいね。どれだっけ？ちょっとメモ確認して。誰かに頼まれ、メモで、これか？日記。妖精、うん。木の成長終わって、もう、多分マークついてんのがもう全部できてるやつだよな。あ、これができてねえや。両親弟子入り。漁師に弟子入りしたブリルが磯ガニを見つけられなくて困っている。どっかにいる磯ガニを見つけてブリルにあげよう。磯ガニってどこにいんだろうな。か、磯ガニ。磯ガニって言うからには多分磯だよね。当然。磯。まあ、じゃあちょっととりあえずズーミコ戻って。カニか。ああ。イメージ、砂漠にはいないでしょ。磯だから、水辺があるところだから、そうなると、多分これ、なんだっけ。草原の方の、こことか磯。磯っちゃ磯なんじゃない？ここら辺とか特に。でもこれ匂い違うわ。まあでも、花も一応金になるから、手に入るんだったら手に入れたいな。ここら辺かな？ここだ、はい。オッケー、ローズマリー、磯ガニ、まあ、こうやって探していくしかないんだよな。あー、これ違うわ、色が。あ、虫がいる、ちょっと捕まえてみよう。金になるよいしょ、ここだ。よーしゃ、ゲット。ギリギリ。鬼ヤンマ、これアジア糸トンボ、初めてのやつだね。こういうところにいなかったらじゃあ違うか。ちょっと戻りましょう。モリモリの森を通り過ぎて、モリモリの森には磯ガニいねえだろう、どう考えても。さっさら砂漠とかかな、もしかしたら。いや、でもあんま、なんか、水辺がなかった。あ、でもゼロじゃないか。ちょっとまあいいや。とりあえず、一番有力だと思われるところ行きます、ちょっと。僕個人として。もしかしたら、さっさら砂漠のオアシスのところにいるのかなと思ったんだけど、原っぱ草原のところに、その、磯というか、まあ、浜辺があったから、そこが一番近いんじゃないかなと思うんだよね。ちょっと危ないよ、イノシシ。そこだと思うんだけどね、一番有力なのは。匂い、でもどうやって探すんだろう？やっぱ匂いなのか。釣りで捕まるわけないもんね。きっとここなんですよ。このどこかにいるはずなんだよ。ちょっと匂いで。あ、でも待って、俺、磯ガニの匂いわかんねえんだ、そういえば。匂いか、どうしよう。ちょっとボリスにもう一回話を聞いてみようかな。あー、なんかあるぞ。来たー、磯ガニ手に入れた、やったぜ。偶然だけども、ここに来て急にやっぱり俺の勘を当たってたんだ。えい、ボリス持ってきたよ。ボリスじゃない、ブリル。うん、これでいいんだな。磯ガニを取ってきてくれたのか、よく見つけたな。じゃあ俺はこれを親方に届けるよ。助かった、ありがとう。君のようなワンコにこそビクトリーダーの団長になってほしかったんだがな。イエイ、やったぜ。これでだからロードのところへ行けばいいのかな。もうミッション全部確認、一応確認しておきましょう。まあもうやったと思うんだけどね、一通り。メモ、日記、そうですよね、全部やりましたもん。 OK、じゃあちょっと、行きたいと思います。ボリスじゃない、ロードのところへ行きます。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、
お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。